皆さんこんにちは、もっちゃんです。今回もよろしくお願いいたします。はい、今回もですね NSR のキャブになります。今回またね開けていこうと思うんですけれども、前この中ね大掃除をして、前回確認のツーリングに行ったところ、全く症状何にも変わってないということで、またね開けようと思ったんですけれども、ちょっとね今回また心当たりが一つあるので、もう一回ねキャブちょっとここねフロート室開けていこうと思います。よろしくお願いいたします。ではね早速開けていきましょう。開きましたね。まあ簡単なのでね。はい、で今回気になるところなんですけれども、これね前回走りながら喋ったような気がするんですけど、このね夢の高さを確認するの忘れてたんですね。でもしかしたらねこれねここ設定間違えてるんじゃないかなって後で思ったんですよね。なのでこのね夢の高さをね今回ちょっと調整をしていきますね。はい、私が使っているのはこちらですね。100均です。はい、100均なんですけど、ちょっとねこのぐらい簡単に測る時って結構便利なのでね、使わせてもらってます。今ねここね13ミリに合わせました。この NSR の他のはちょっと見てないから分かんないですけど、89はね13ミリなんですね。なので、ここでね13ミリ今出してるので、これでね測っていこうと思います。 NSR の夢の測り方なんですけど、今こうやって置いて、でちょっとこうこのフロートを押し付けるような感じで、ここのメインジェットのところ、ここにこういう感じで当てるという測り方らしいですね。はい、こんな感じですね。で今なんかちょっとこうチラチラっと見るとね、あれ、これ今ねちょっとちゃんと正確ではないですけど、だいたい、あ、いや合ってないですね。ちょっと低いみたいですね。うん、いやでもねそんなびっくりするほど低くないですね。ちょっとちゃんと測ってみますね。今これ手に持ってるんで正確じゃないんですけど、まあでもこうちょっと押し付けた感じで測るとね1ミリぐらいずれてますね。夢低いですね。こっちがフロントバンク、フロントバンクは2ミリぐらい低いかもしれない。はい、そしてリアバンクも、リアバンクも2ミリぐらい低いかもしれない。うん、はい、どちらもちょっと低いというような結果になってますね。同じぐらい、ちょっと2ミリぐらい低そうなんですよね、どっちも。うん、こっち側だとね1ミリぐらいなんですけどね、こっちだと2ミリぐらい違いますね。はい、斜めになってるのかな、なんかこういうのもちょっとあるのかもですね。うん、ちょっとこれこの辺とかがね、左右でちょっと角度が違うのかもですね。うん、この辺をねちょっと合わせていきます。はい、外れました。夢の調整はこれですね。はい、この角度を変えて、もう超アナログなんですけどね。はい、それで調整をしています。じゃあ調整しますね。はい、13ミリですね。手に持ってるのでちょっと正確ではないですが、はい、ちょうどぴったり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 、はい、全部 OK ですね。よし、13ミリですね。これで調整ができました。うん、動きもちょっとね、こっちのね、こっちがフロントバンク側、気になる方なんですけど、下がるのがちょっと遅い感じがしますよね。上がるのはいいんですけどね。ねえ、ちょっ
ょっと見にくいけど、ほらちょっと遅いでしょこっちのが。これもしかして何か影響あったりするのかな。うん、はい、では、夢調整完了したので、こっちね組んでいきますね。組み終わりましたね。よいしょ。結構そこそこの重さがあるんですよね。はい、フロントバンクがこちら側ですね。で、こっちのねフロートがこう下がるのがリアに比べるとちょっと遅い感じはしましたよね。何かあるのかな、あのあれが、その微妙な違いが。まあちょっとその辺は分かりませんけれども、まあどちらにしても油面は1ミリもしくは2ミリ、低かったという結果ですね。はい、これはね前回大掃除した時に見るの忘れて組んじゃったので気になってたんですよ。はい、なのでまあ油面が低かったので、やっぱりガソリンがねちょっと減った時にまあ足りなくなってた、それでガス欠のような症状が出てたとは考えられなくもないですけれども、そんな極端に狂ってたわけではないですからね。なのでまあこれがねどう影響して何か影響があるのかって考えると、まあ、そんななさそうな気がしますよね。はい、もしかしたらまだ他に何か原因があるのかな。まあどっちにしてもとりあえずちょっと一旦これでまた走ってみましょう。次はですねこのホース類ですね。これはいいか、この負圧のホースをこういったね、はい、こういったホースに変えていこうと思います。これもね一応まあ念のための交換ですね。まあ、こっちはね多分切れたりとかはしてないとは思うんですけど、車体側の方でね破れてるところがあったんですね。さっきというか外した時に確認したら。なのでもうついでなんでね全部一緒に交換していきます。はい、ちょっと映像はありませんが、ここもねホース全部入れ替えました。というわけで、キャブを組んでいきましょう。というわけでねもういきなりですがキャブとエアクリもうね組んじゃいました。でせっかくタンク外しているのでプラグね今回また新品を入れようと思います。はい、多分ねもう大方2年ぐらい変えてないのでね、もうこのタイミングで変えておきます。はい、タンク取り付けました。これで、作業は一応完了ですね。なので、もうね混合を作ってこれ中入れてるのでエンジンかけてみましょう。
無事にエンジン始動して、オイルポンプのねエア抜きも終わりました。はい、あとはね走って様子を見るだけですね。はい、取り付けた電圧計もねちゃんと動いてるのでねバッチリですね。まあ治ってくれればいいけど、まあちょっと期待せずに走ってみましょう。というわけでね、今回はねここで終わりたいと思います。次回、試しツーリング行ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。では今回はここまでですね。それではまた、バイバーイ。愛は喜びが溢れている物語。